おはようございます。今日はね、生駒市内ちょっとブラブラしようかなと思って、アプリです。いや、やっぱりね、生駒市内近場ブラブラするときはね、やっぱり原付一種の方が使いやすかったりするんですよね。なんせこう、なんちゅうんすかね、こう細かいところをね、ちまちま走りたいので、うん、こっちの方がね、断然使いやすかったりするんですよ。まあね、ちょっと今日は生駒のね、まあ名所というか神話のね、場所にね、行こうかなと。まあ、厳密に言うとね、生駒市内ではないんですけど、まあ生駒市は生駒なんですよまあ生駒三家の中なんでね、うん、ちょっとそこへね行って、ちょっと見ようかなと思います。目的地はね、厳密に言うとね、大阪府のね交野市になるんですけど、岩船街道、うん、岩船神社周辺ですね。ちょっとその辺のね、場所をね、ちょっと行こうかなと思ってます。うん、そうそう、こう今日ね、これ久しぶりにこれね、スマホつけてるんですけど、これね、何をしようかとしてると、あの時計がねアプリオさん時計ないんで、あの時計を見たいためにね、あのこれしてます。いや、気持ちいいな。うん、そうそう、これね、この川が天の川なんですけど、この川のこっちが生駒市で、川の向こう側が、大阪府四条の宛市になるんですよ。これ県境なんですよね。そうそう、でここからね大阪になるんですけど、こっちね四条の宛で、こっちあの片野なんですよ。でこれ片野市入りました。でねまずね、岩船神社の方でね、行こうと思います。でここね、旧道に入ります。よいしょね、岩船神社よいしょね、ここへ止めさせていただこうかな。よいしょ。岩船神社、天孫降臨の地、岩窟巡りということで書いてます。こう狭いでしょ。昔あのバイパスができる前はね、ここね、ダンプカーやらバスやら全部通ってたんですよ。狭いでしょ。そうそう、天孫降臨の地よいしょ。まあね、天孫降臨の地って2箇所あるんですよね。九州の高千穂峰でね、あれは、ニニギの御事、ここはにぎはやひのみことということで、物の部氏の祖先ですね。天皇家の祖先が、九州高千穂の方に、降りられて、にぎはやひのみこと、ね、このににぎのみこととにぎはやひのみこと、このお二人が、こう降りてくるという感じです。で、ほら岩窟巡り、これね、無断で入れないと、無断で入れないってプラスこれ危険なんでね、2人以上でないとね入れない。このね大きな巨石、この岩船に乗って、この地に降り立ったと。でこの船である場所、船が、まあ、ここに置いてあるという感じです。ちょ、本当ね、僕ねいつもここ前通るんですけどね、
お参りするの初めてだと思う。そう、ここね、こういう感じですごいでしょ。見えてるかな、ここからだと見えるのかな。ここすごいね、岩があって、このね、大きな岩、この岩に乗って降りてこられたのがこの岩船神社。じゃあちょっと次のね場所に行こうかなと思います。次に行こうとしているのが、タケルガミネというねところに行こうと思います。タケルガミネというのが、そのにぎはやひのみことが、実際に、まあ、降り立った崖ですね。ちょっとそこに行きたいなと思います。さあ行きましょう。そう、結局ねバスとかね、ここで結構ねこすったりとかねしてたんですよね。この坂ですよ、よいしょ。そう、タケルガミネなんですけどね、すごいね道路から見えてるんですけど、すごくね分かりづらい。ここもね結構交通量が多いんですよ。でね、自転車とかね、歩行者とか結構いるんですけど、歩道がね全くない。さあここね、タケルガミネのね一番近い場所なんですけど、よいしょよいしょ、そこわかりますかね、あれあれがねタケルガミネ。であそこに降り立ったにぎはやひのみことが、まあ、岩船神社に、まあ、船を置かれて、でここから、大和の方へね上がっていったということになります。でね、このタケルガミネに行くには、ね、富民の森星田園地の駐車場がもう少し川下ったところにあるので、まあ、そこに停めてね歩いてもらうというのが一番いいかなというふうに思います。で、神話はねちょっとここからね先に続くんですけど、まあね、大和に上がったにぎはやひのみことの、まあ、子孫と言われているのが、子孫なのかな、長曽根彦、うん、長曽根彦っていうのがあれなんですよ、神武天皇がね、一度生駒山の麓で戦に負けて、それをね、負けたのをね立て直すために、神武の統制ということで、熊野から八田ガラスに導かれて、上がってきたというのがそのあれです。でね、その長曽根彦のね、領地というふうに伝えられている場所がね生駒市にありますので、ちょっと次ねそこへね行こうかなと思います。これね左曲がります。これね左曲がってねすぐ右曲がるんですけどね、本当はねここね昔繋がってたんですけどね、バイパスができてねこんな感じになっちゃったんでね。さあもうすぐね目的地に到着です。よいしょ、ここね
はい、到着。中曽根彦本領の地。よいしょ。いいでしょ、この観光地というか、こう歴史的な場所に一切感じないこの場所。どうすか。この石、この石柱からだけ。これいつだったんやろ。書いてない。書いてないの。書いてないけど、そう、中曽根彦本領の地。生駒にも歴史がありますよ。さあ、近場うろうろも終わったし、帰ろうかな。よっ。